あマリオ全部のキャラ何も聞こえない一個も入ってない全てがキャンセルされてヤミエンのノイズキャンセルノイズキャンセルヤミエンだった。はい、改めて貧困崩壊マリオカート8ですよ皆さん、よろしくお願いします。はい、はい、おはようございます。今日も元気にやっていきましょう。はい、はい、はい、じゃあまあ軽いルール説明というかやること説明なんですけど、うん、はいはい、今回はフルカップっていうのとブーメランカップ、ほう、こちらの、4コースずつで計8コースなんだ、ですね、はい、が追加されます。今回のまあツアーからやるそのいつものこう世界のコースみたいなやつのテーマのやつと、あと過去作からの復活っていうやつと、うん、あと今回完全新作っていうので、またあるんですか。あるんですよ。どういうコースですか。超楽しみ。あのヨシアイランドっていうね、面白そう、すげえ、音楽もあのスーパーファミコンのあのヨシアイランドの音楽みたいな、めちゃくちゃやな、おじさん嬉しくなっちゃうよ。今回はそのヨシアイランドに多分ちなんでなんだろうけど、そのマリオ USS からキャサリンっていう新キャラがね、ドライバーとして新キャラ登場したので、まあ、ヨシアイランドには出てこなくないキャサリン。え、あ、痛いところ、正論の嫌いだな、ちょっとそういうところ、まあ、キャサリンでそういう正論嫌いだな、私ヨシみたいなもんやからね、最大ヨシやから正論言うときはね、本当に気をつけないと、ね、まあ、でも今日は絶対に勝ちたいんで、やっぱり、ね、使い慣れたキャラクターで走ろうと思うんで、あ、キャサリンとかね、キャサリンとかでね、キャサリン使ってるから気がつくるわ。いや、どちらも使い慣れてないだろう。そうだね、うん、キャサリン、はい、そんな感じで、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、貧困崩壊マリオカート DLC 第3弾ですかね、コースやっていこうと思います。なんかまたツアーからある国のコースとかがあったりするかな。今回どの国なんかも見てない、うん、事前の PV さえ見てないっていうね、完全メリメリ初見プレイでやっていこうと思っております。完全新作コース、ヨッシーアイランドは熱いな、昔やったわあれ、パステル調のねスーパーファミコンのやつ、それが一番楽しみかもしれん。で、今回どんな国行けんのかも結構楽しみにしているので、その辺しっかりと周りの景色を楽しみながらレースにもなんとか勝ちたいなと思います。それでは今日もよろしくお願いします。見ていってね。最初はフルーツカップのアムステルダムブルーム。アムステルダムブルーム、オランダ行っちゃうんすか。うわー、オランダだ。にすごい電車が走っている。アムステルダムって何県、どこ、何県、滋賀県だ。オランダ県だよ。琵琶湖の横だよ。オランダ県、うん、琵琶湖が近いよ、結構。琵琶湖ですよ。琵琶湖かな。チャプ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 や。絶対横浜。チャプチャプチャプ。絶対負けられないじゃん、ここ。まあ、そうだね。琵琶湖さんの地元だからね。ここは俺の得意コースにします。おー。琵琶湖の美女たちもね。風車とかあんのかな、風車とか。さあ、アムステルダムブルーム。この路面電車がむちゃくちゃ邪魔してきそうやよな。そういうステージ嫌いなんだよな。電車走ってるステージ基本的に嫌い。そして今日はいつものデイジーではなく、せっかくね追加されたキャラクターがいるので、黄色のキャサリンでやっていこうと思います。給食あるんやけど、黄色のキャサリン使ってる人おらんよな。トリッピーはどうしたんだ。あ、トリッピー普通にミーでやってんか。だからか、黄色の人がおらんなと思った。これ普通に前出てきていいよな。あー、ちょっとなんか危ねー。おー、そっか、オランダやから風車だ。そっかそっかね、オランダの風車ってあれでなんか水をええ感じに引っかき回してチャプチャプしてるよ。チャプチャプしてんじゃん。点と点がつながっちゃったね。7個どこや。まあコーラぶつけだろ。はい、ここにコインあって、ここにもコインがあって、まあ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 、ちょっとゆっくり行きましょう。それコイン取りたい。うわ、怖っ。はい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 、あ、いいね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 。まあまあコインは集まってる。うわ、砂ため当てちゃおうと。で、さあ2周目、2周目にしっかりこうやつ。何今のポピー。誰かファミコンのボタン押したぞ。はい、コイン取って、大丈夫大丈夫。あ、いい順位なんじゃないかな。2周目でこの順位か。いや、ちょっと
むしろ上げすぎかもしれない。イラッチがいて僕さえいる。ちょっとここやな。オッケー。で右か。おーおーおー、もう道がわからん。右右右で、あ、使っちゃおう。はい、あぶねー。皆さん交換しちゃおう。おー、なもう俺の緑コーラ全部バキュカに吸われた。好きだねコーラが。なんか来てる。バキュカ俺の緑コーラ吸いやがって。チューリップ畑を追いかけて。悪くないよ、悪くない。あー、ちょっとそれ食らいたく。オープンねー。あー、なんか使っちゃった。あ、やばい、その赤コーラマジでいいや。うわ最悪や。ちょっと危ない。でも4位このままなんとか抜けさせてくれ。あー、ギリギリ危ねえ。ギリ4位耐えましたね。竹尾テラゾウムツフルコンスナザメマオ初見トリッピーマキオカン。めっちゃキャサリンいるね。どうしたどうした。いや、何人か炙り出されちゃいましたね、空気。緑多かったね。気持ち悪いの言ったんすけどね。炙り出されたね。俺トリッピーだけだと思ってたらあと2人ぐらいいたね。本気で勝ちに来てるやつがいるわね。次はリバーサイドパークか。次はリバーサイドパーク、GBA ですね。はいはい、ゲームアドバンスのダブルダッシュってやつ覚えてね。覚えてない。これパックンアラーが歩き回ってるなんか、うん、イメージ画像がちょっとエッチだよねこれね、パックン。いや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 、ラッキーで貼ってないよ。名前パックンじゃなくてさ、やったじゃん。クーフーみたいな名前じゃなかった。そうそう、なんかあー、上にトゲ吹いてるやつか。そうそうそう、クリーンなやつだ。オランダムのやつ。オランダムで誰か。あれ、これ時間が普通にマリオサーキット。違う、焦って、お前焦って変えたなキャラクター。変えてないよ。まず、はい、さ、4位せっかくつけたからこのまま上位取っていきたいな。うん、初見コースやからさ、そんなみんながっつりショートカット使ったりとか難しいでしょ。結構シンプルなコースっぽいな。先行有利を取っていきたい。はい、まあキノコはこのまま担いどコースです。あー、コイン取れず、まあいいんじゃないか。あ、いいコース取りできてるような気がする。内側取って、やばい、それはまずい。あ、フーフーしてるね。あ、フーフーしてて、しかもそれでキノコ出してくれたりするんや。かわいい、かわいいコース出せ。今度ポピンってなんなん、たまになる。うわー、まずい。あー、もうおー、じゃ俺じゃなかった、よかった。いいね。あー、まずい。おおおお、コイン取りたい。まだ2個しかコインないからね、この状況は良くないよ。コイン取って、はい、おにき。あー、まずい、なる感じだった。いって、時計取り。あー、すごい、すっごいけど、これはなんてことすんで、バキューカが今取ってった。うわ、あのキノコからのコイン、俺の起死回生ポイントやったのに。あー、へなへなになっちゃった。一応ダブルアイテム取ろう。誰だ貴様、お前トレッピー。邪魔しやがって、クソ、邪魔しかいない。このピュポ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 、なんなんなん、やばい、なんかスタートリッピーが来てる。これこう抜けれるんかな。よっしゃ、で、あー、これはもうキノコ使っていきたいな。しゃ、ね、アイテム取って上げて、うわ危ね、うわ危ね。まあ、これもう使うしかないかな。で、うわ取れない。まあ、1個だけのアイテム取る、しっかりね。で、打開していきたいが、おお、ドンドンドン、まあ6位。まあ6位。前早いなテラゾー、さすがやで。ちーちゃんもさすがの2位を取っていき、俺は5位か。あ、全然悪くないぞ。なんか、いや、なんか夫婦独創独創夫婦かわいいと思ったら、アイテムいろいろ投げてくれんのね。かわいいわ、うん、ねえ、かわいい。あ、アイテム投げてくれんの。キノコだけ落としてた。あれ落とす、落とす、そうそう、たまに。あ、そうなんだ。あ、落とすんだ。ほんで取れたら落ちるんだろうって思ってた。取り方があんのかと思った、あれ。ねえ、あ、落としてくれるよ。落としてたね。じゃあ次は DK。 うわ、夏これめちゃくちゃややこしそう。これやった覚えある。これはもう Wii の人気コースよ。ワクテカです。めちゃめちゃワクテカ。
マリオバイクと言われたゆえんや。じゃあちょっとミッドでお願いします。どうなるんだ。じゃあ行くぜ。第3レース、キャサリンが1位を取っていく。なんかすげえややこしそうなコースやったよね。右に左にジャンプ、あでもなんか右の地図見る限りではそこまで変な形はしてないけど、あの S 字カーブの部分とかがすげえショートカットありそう。よっしゃ、あそっち、あの左は何、あ左側に回るんか。うわ怖っ、いて。まあゆっくり行こう、ゆっくり景色でも見ていこうぜ。雪山よな。おっとこれダートか。へえ。でその後にボコボココースがあると。マリオスノーランドっぽいよな。これアイテム取りたいけどちょっとやめとくわ、余計なこと。はい、いった。まあまあ 12? なんか落ちてったぞ誰か。まずい。で、まあ、これダート入らせてもらおう。で、いって邪魔だよ。コイン取りたいが、あー取れない。まあもう外してたのに、うん取れなかった。まずいな、コイン0枚がマジでやばい。遮断機、あれ当たんのかな。ゾンデで、ね、右側に行くんやんな。ちょっとゆっくり行ってコイン取りたいな。あーこれ上に行くんか。はい、あ全然わかんねえやコイン取り方。まあ取ってここでコイン取って、はい、なんかコイン取りにくいな、すげえ。このアイテム諦めます。いった、あー危ない危ない。よしキラーで、いきなり使ったんよくなかったかな。ちょっとさ、今ダートか見そうやったからね、連打しとったんやな。さあ8位、うーんもうこれコインないけど無理やり打開するしかない。コイン1枚も取れてない。やっぱ怖っ。おっしゃ、オッケー、いける。あーナイスサンダーすぎる。神サンダー入ってる。今のサンダーやんな、あれクラッてなってたよね。あ、なんかすごいぞ。やばい、これちょっとミスらなければ勝てる。あれ後ろちゃんとちゃんとカバーして、あいった。だけどあなんか一人抜けそう。あっ、なんで放ってしまったんだ俺は、なんで俺は放ってしまったんだ。くそ今のはお尻守っときゃ5位やったな。前行きたいってなっちゃったわ。あ懐かしいな。でも懐かしい、めっちゃ昔思い出した。ジャンプした方が早いんかなこれ。ん、ジャンプ遅くない、遅くない、あれ多分。いや多分多分だけど、ガチで真ん中ツーってあの何もや遊びに、そうかね、あの S 字のところショートカットしていくんやろな。なんか、うん、確かによった。 S 字のショートカット試したけど全部失敗しました。えらい自分もダメでした。えらいわ。 2の頃と同じ方法やなと思って全然無理だった。全然無理だった。2位あそこでなんか空中ジャンプみたいなやつがあったような気がする。確か千代さん2周目くらいまでめちゃくちゃ速くなかった。3位でスタあのキラー出たからびっくりしたんだけど。あ、そんなマジか。あ、じゃあヨッシーアイランド、これはもうテンション上がるな。ここいや上がるわ。ここは BGM が超テンション上がると思うよ。もうこの見た目もテンション上がるもん。見た目もかいい。なんかの発表のやつの時になんかアイテムポポロロロロロみたいなやつの PV で載っててめっちゃ楽しみ。あれどうなるのか分かんない。ポロロロロロンってアイテム誰かが落としてくれるの。いやなんかあのハテナのさパタパタ飛んでるやつあるじゃん、あれ卵でぶっ壊すと。あ、卵で割り合った、うんうん、あれがどうなるか分からんマジで、超楽しみ。楽しみ。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。下行くぜ。おー BGM が静か。ドンツクドンツクドンツドン。あーかわいい。おこれはニヤニヤしちゃうな。しかもステージめっちゃ可愛い。いやこれはニヤニヤしちゃうし、テンションも上がる。コインしっかり集めて外側回ります。あー全然取れねえ。まあこのアイテムは取っちゃうかね。キノコまあいいんじゃないか。まあこのキノコは復帰用に置いておこう。担いでいこう。やばい、あー怖えー。
して、うん、いいね、しっかりジャンプアクションを決めて、アイテムしっかり持っていく。何これ、あ、あ、そっち全然わからん道が、なに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 、木琴が鳴ってる、頭の上で木琴が鳴ってるけど、どういうことなんですか、意味がわからなかったしかもなんか順位に落ちてるし当たるね、当たるけどコインを奪われるということはなかったのか、なんか10人になってるけどなんか知らん間に落ちてたな10人。まあ取っとくわ、相手で、はい、ダッシュ、コイン6枚取れてるからここでもうちょっと集めて OK、 全然打開できる、これはなぜならコインが集まっているからだけど、さっきのあの、あ、なんかハテナみたいなあったな今、あれか、あのハテナを取るとあの木金の、あぜ、危ねえよし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 、ぐちゃぐちゃにできてるけど、今のアイテム取れなかったんが痛すぎ、3位まで上がってるけどこれちょっと上がるの早すぎるよな、打開されちゃう、アイテム欲しい、7個に、あーちょっとお尻つけとくわ、これ赤コーラはしっかりとお尻につけたままでいきます、でコイン10枚取れてる、よしいいぞ、1位いけるぞ、いや1位は狙わない、でもあ、あ、いいぞ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 、青コーラ熱すげえ、ナイスー、でちゃんとお尻守って何、うん、あーそれ取られんのか、いやきっつ、あ赤コーラ消えた、いったー、それやめて、なんとか4位で許して、4位で許して、なあ5位か、くそま、悪かないんじゃない、ないだろ、30でいつもこれぐらいの順位やな俺え、めっちゃ楽しい、ここ楽しい、 BGM が過ぎてるって、重い、あの木琴みたいなやつどうやったら出んのね、なんかあれなんか一瞬目にハテナが出た、あ、そう、やっぱハテナない、なんかハテナの雲が飛んでた左側に、やっぱあれ取るさ、体ぶつければ、あれマジ取るのめっちゃむずいっす、あ、そうなんだ、誰か取ってくれてたからびっくりした、出てくんの、あ、最後にさ、ヨシアリアのゴール出てくんのめっちゃ上がるわ、あれ、あ、気づかなかった、あ、出た、ゴールのファンファーレが、はい、じゃあ次はブーメランのバンコク、バンコクか、あ、バンコク、バンコク、ブーメランのバンコクなんだな、はい、いいタイです、はい、バンコンストリート行こう、あの琵琶湖の隣です、バンコクらしい、バンコクの近くに集まりすぎだろ、ランダム、あ、ランダム系、あれトリッピーさん、トリッピーさん、満足見てました、バンコクにカーソル合わせて満足してた、終わった、ごめんなさい、やってるかもしれない、あ、やばいかも、危ない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 、おお、バンコクだ、よかった、残念、ギリギリでしたね。お願いします。行きましょう。お願いします。すごい嫌な空気になるところだったのに。テラゾー強いな。47か。ちょっとせっかくやから上位目指したい。バンコク一回行ってみたいよな。タイね。行ってみたい行ってみたいと思いながら全然行けてないところだわ。なんかタイでさ、まあ、ゴルフやったことないけど、ゴルフして海入ってシンハービールでウィーみたいな。あ、何これ？川？あー、川とカヤック船みたいなのがバンコクって名物なの、これね、あ、っていうかあれか、チャオプラヤー川か、君はチャオプラヤー川なのかい、川抜けちゃったわ、踏切がありの、あー、え、この商店街みたいなのもバンコクの名物なのか、へー、で、なんか海とゴルフと酒のイメージだったわバンコクは、あとパッポンストリート、さあみんな食べちまえパックンフラワー、食べて食べて、いや、あ、ちょっと道が、はい、取り合い、 OK、 周囲でコインが2枚なよな、ちょっと若干後ろ気味でコイン取りたいぞ、クッピーで落としてるコイン取りの、いいよいいよいいよ、これぐらいの順位がちょうどええ、ちょうどええ、あ、今ちょうどええ、本当にちょうどええ気がする、さあバンバンで、アイテム取ってコイン1枚欲しい、あー取れず、取れずか、盾取って、あ、取れてない、何これ、
はい、ちょっと外側通るか。なに、どうなってんだこれ。この記憶は保持します。ブーメランが怖いです。ブーメランカップなだけあります。バキウカ抜かしたくない。バキ…うわー、テラゾーンとバキウカ抜かしたくない。ちょっともう一気に行くか。怖すぎ。これどっち、左、左だった、左。ああぐちゃぐちゃ、あ、ちょ、左、ちょ、ちょ、イカスミがシンプルに効く。まずい。で、右、はい、よし、8位からの、いい相手も怖い。なに、これ出しよう、うん、んで、ああ、怖い、ああ、ああ、なんとか9位、あぶねえまあいいでしょう。あ、ナイスー、ナイスー。あー、なんか立体駐車場みたいなところなかった、すげえ。あれやばかった、ね、いや、めっちゃバンコク、めっちゃ狭い、うん、めっちゃバンコクだったわ、行ったことないけど、うん、そう、ね、あの船ね、最初船のとこ行って、え、バンコクってこれなの、これなのって言ってた、うん、よろしくお願いします。お願いします。これが DS のマリオサーキットな、全くやったことないから、みんな見覚えのあるコースなんやろな、マリオカートシリーズ。俺スーファミのマリオカートからの8デラックスやからね、途中が全然知らん。あ、でもやっぱマリオサーキットやからシンプルなコースっぽいよね。はい、出ようぜ。で、で、はい、ここ側でコイン取って、おだいたー、今の食らったのは良くないな、うん、避けれた被弾でした。あ、しっかりコイン取って、はい、10位やし、でこれ外側取りたいね、砂ザメ、オッケー、いいんじゃない、すごいいい流れになった。あー、コインしっかり取るな、マオさん、はい、上げすぎ感はある。まあなんか割とシンプルなコースだね。よし、8位、コイン取って、悪くない。ヒラが前出てて赤コーラ、おお、めっちゃシンプルなコース、走りやすい、これは気持ちいいわ。さあ食べちゃうか。さあ来てるぞ、怖えぞ、よっしゃ、いいぞ、トリッピー、トリッピー跳ねていく、照らそう、まずい、これはもうお尻に常につけとかないと不安な男なんだ。うわ、わかんです、ファイヤーボールで、おお、ぐちゃぐちゃだ、まずい、道具のために貯めといたコインが、ちょ、もう一回、もう一回、まだまだ、よし、老後に入ります。さあ、老後の6枚の蓄えでなんとか老後を乗り切ろうと思います。あー、ちーちゃんが9割してる、ちゃんとしてんな、ああいうの重要なんやろな。ドーンで、はい、で、ドーンで行って、まあこれ取るか、はい、行って、ダッチャッダッダッかー、こういうのやっちゃうんだよな、いつもな。しかもなんか3周目にやりがち、まあ、しゃあないな、ここは、うん、9位に入れただけでもよしとしよう、切り替えよう、次で勝つ。ちょっとなんか外側がいっぱいあって気持ちよかった、うん、ここいいコースですね、パックのフラワー入っ、フラワー入ってきた、とてもいいコースやすいし、うん、なんかスターで一気に駆け抜けるのが気持ちよさそう、高いコースって感じでした、ルトラミネターも食べるのやばい、マリオトリッピリだあ、トリッピーが一番吐きがない、最近でここ最近で一番吐きがなかったら俺こんなに下手なんだ、ちゃんとステージ選べよ初見だからだよ、トリッピー初見だから、トリッピー、トリッピー一緒に最弱視点のやろうぜ、あ、最弱視点のやろうぜ、じゃあでもなんかあれ、俺ゲームキーパーあんましやってないんだけど、なんか見たことあるんだよ、ミーである、ミーであります、ミーであります、ミーである、ミーである、ミーである、よかった、知ったかになんなくてよかった悪いじスタジオ、お願いします、よ、お願いします。なんか悪い字ってつくと嫌なイメージあるんだよな、難しそうこのコース、俺は全部が全部初見のコースです。うん、いやなんかあそこのくるっと回るのめんどくさそうなコースだね、はい、しっかりとランパーキー決めて、うん、
コイン欲しい。あ、怖っ。おし、コインいただき。で、バラの。はい。これは、なんとか抜けれた。トリッピーが1位。いや、これ、ちょっとトリッピーと2人で最弱を抜け出したい。なんか出てくる、ゆっくり出てくる、ゆっくり出てくる。あ、痛い。抜からそう、今の原則で。よしよしよし、守れてるよ。お尻しっかり守って、トリッピーに鼻つけはもう通ない。このままゆっくり行こう。千早さんが後ろ来てる。千早さん後ろか、怖えな。ここにしっかり集めて、はい、あ、いいよ。もう平和に暮らしたいわ。後ろで潰し合ってくれ、頼む。トリッピーが頑張ってる。ちゃんと JJ 決めて、外側回って、はい、んで、はい、着取りとかいうのもね、しっかりやっていかんとね。もうこのままアイテムを保持しまくって、木の山あるのでかすぎるからな。サンダーさえ落ちなきゃいい感じにいけんじゃないのか。いいぞ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 、めちゃくちゃ平和。これ J、 あ、 J 決めたらなんかね、はみ出しそうで怖かったんだよな。よしよしよし、大きなミスしなきゃこのままいけるような気がするんだ。頼む。あ、ほら来てる。あー、いいぞ。あ、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 これで1位立つの強すぎ。あ、あ、あ、やばい。これ1位あるぞ。やばい、なんか来てる。やめてやめて、ちーちゃんやめて、ちーちゃんやめて。よいしょ、コトカット一発決めて、はい、待て待て、やめてやめて、もうやめて、俺は、あ、ちょっと加速する。クラクションあるぞ。あ、いった、ドンしちゃうこれで。なんか来たらクラクション、なんか来たらクラクション、なんか来たらクラクション。よっしゃ、オッケー、やったにー、嬉しい。あ、1回ぐらいね、これぐらいの順位取れると気持ちいいわ。嬉しい、よかったにー。これ上、いいコースですね。上どうやっていくの、上、上が、上、行き方わからん。空飛ぶんじゃない、空飛ぶね。その前に空飛ぶ、青いや、青いジャンプアクションのやつで、うんうん、上に行けたはいけたけど、うん、その後どう行っていいかわからんかった、うん、あ、俺視聴者に謝ってた、3周とも同じ絵でごめんねって。あ、すごい、俺は何も気づいてない。スノーボードのところみたいに横から乗って、横からジャンプして乗るってこと。そう、ただ、そうなんだ、上がすごい、えらい。これツアーなんだ。シンガポールじゃん。3つあるんですよ、今回。シンガポール、間違えた、シンガポール、あー、はい、あ、当たる、違う違う違う、当たるよこれ、しがりだな、うまいな、それ人狼がいるぞ。やめて、これがビワクシーの味方ですか。やめて、危なかったね。俺は悪く言ってもいいけど、ビワクシーは悪くぐらいで全部言ったんだ。俺は悪く言ってもいいけど、シビアと同じ市民てえのか。さあ行くぞ、お願いします、お願いします、頑張るぞ。シンガポールといえばマーライオンやけど、そう、なんかキラキラ光る塔みたいなあんねよな、名前知らないんだけれどもね、それもあるんじゃないかな。あの近代的なビルとマーライオンと、なんかね、めっちゃ高くてエンパイアステートじゃないけど、あ、東京タワーのキラキラ版みたいな、ゲーミング東京タワーみたいなのがあるはずなんで、それがあるんであれば見たいよな。もしつけるとスイップストリームで千早さん抜きたくない。いいよ、さあ、あ、プール、あー、確かにプールのイメージもあるな、シンガポール、うん、なんか有名なプールでもあんのかな、巨大プール。ジャンプして、これ抜けて、しっかり、これ多分ダッシュしてるよね、タスかかってるよね。で、あー、ちょっと千早さん、その爆弾怖いです。ここに取ります。うわ、怖っ。で、クラクションがあるぞと。あー、まあ、じゃあこれつけとくか、トリッピー。うわ、うわ、ブーメランだ、もうやめてよ。しっかり取って、これ打開やな、打開とかできんのか俺。あ、なんかこんな日本のお祭りてか、アジアのお祭り、旧正月、こんな、なんか和風のお祭りスポットなんかあるんね、シンガポール。イメージなかったで、マーライオン、
こう近代的なビル、まあこのイメージだよな。結構物価とかも高いイメージ。あ、これ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 ですよ。僕が言ってたやつ、ゲーミング東京タワー、これが見たかった。綺麗じゃん、いろんな色してるしさね。すっごい。最後に12位は嫌やな。神アイテム来てくれんか。ここで1個ないよな。いやー、キンキノかー。なに、どうなってんの、どうなってんの。あー、もう道がわからん、道がわからん、痛い。終わりこれ。あー、ダブルアイテムある。ここで神アイテム来い。なにー、それじゃあきつい。だーあー、来なかったね、ロケット。まあ終わりやな、これで。よし、楽しかった。うん、で、これで何位ぐらいかな。まあ7位、こんなもんかな。わー、抜かれた。よっと、千葉さん、早っ。早いね。さすがだわ。独走しました、ね、恐れていたことが大逆転する。おー、すげー、千葉さんの動画がすごい盛り上がってしまう。嘘。トリッピー、ちょっとトリッピーは、まあ、今日はね、うん、寝不足、寝不足。トリッピー寝不足。やっぱ、うん、トリッピーいない。今、敗戦の死を述べてる。やっぱ、こそれしないとこんなもんなんだな、トリッピーって。いつもやってきてたもんな。はい、まあじゃあこんな感じで、一旦8コース走りました。はい、で、じゃあ次は、はい、なんかチーム組んで、6対6でまた8コースやっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。Thank you.